背に腹は変えられないって言いますよね。ある女性が悲劇的な出来事に直面した時、まさにそういう状況だったのです。メアリー・アン・ビーバンは一人で子供を育てていくため、世界一醜い女性という称号に自ら耐えることにしたのです。ですが最初からそうであったわけではないのです。メアリー・アン・ウェブスターは1874年ロンドン生まれ、7人兄弟の大家族でした。小さい頃は可愛くて健康で明るい子でした。学校を卒業すると彼女は看護師として働き始め、29歳の時トーマス・ビーバンという男性と結婚します。そして2人の息子に恵まれます。幸せな結婚生活が続いていくかに見えたのです。メアリー・アンの体調の変化は最初は深刻に見えませんでした。結婚指輪がきつくなり、靴のサイズも大きくなりました。ですが指や足がむくむのは産後の女性にはよくあることです。疲労や不眠、手のしびれは家事や育児で忙しい人にとっては不思議なことではありません。彼女はこれらの初期症状に注意を払わなかったのです。彼女の顔立ちに変化が出てくるのには少し時間がかかりました。目の上の骨や顎、鼻が大きくなり、歯の間に隙間ができました。医師たちは最初何の病気か全くわからなかったのですが、時が経つにつれて新しい症状が出てきました。手と足が異常なほど大きくなり、顔もすっかり変わってしまい、肌は厚くザラザラしてきて、声は低くしわがれてきました。美しかった彼女の姿は失われ、健康状態も悪くなりました。関節痛、視力の悪化、そして偏頭痛にいつも悩まされるようになったのです。哀れなメアリー・アンが患っていたのは先端巨大症という珍しい病気です。毎年この病気と診断されるのは100万人に3人足らずです。ホルモン障害によって起こる病気で、下垂体にできた良性の腫瘍によって引き起こされます。下垂体は脳の下にある小さな線で、様々なホルモンを分泌する役目があります。ですので腫瘍によってこの働きが妨げられると、成長ホルモンが過剰に分泌され、軟組織や骨が肥大してしまうのです。現代では先端巨大症は手術や下垂体への放射線治療、投薬、またはそれらの組み合わせによって治療できます。大事なのは初期の段階で正しく診断を受けることです。とても珍しい病気であり、身体的な変化がすぐには起きないことから他の病気と混同されがちなのですが、正しい治療をすれば良くなるのです。メアリー・アン・ビーバンには気の毒なことですが、20世紀初頭には効果的な治療法がなかったため、彼女はこの病気と共に生き、症状に耐えるほかなかったのです。メアリー・アンの夫は11年間の結婚生活の間、ずっと愛情深く支えてくれました。ですが1914年に彼が死んだ時、メアリー・アンはほぼ無一文で、一人で4人の子供を育てねばなりませんでした。考えてもみてください。時は1900年代初頭、労働者を差別的な扱いから守ってくれる厚生労働基準法などができるずっと前のことです。当時の雇用主に外見が著しく損なわれた彼女が普通の従業員として扱われることはありませんでした。自分に配られたカードで、人類がまだあまり人道的でなかった時代を生き抜くしかなかったのです。そこで彼女の不治の病が未亡人と子供たちの生活の糧となったのです。彼女はイギリスで世界ブスコンテストが開かれることを知りました。先ほども言いましたが、20世紀初頭のことですので、今では想像もできないような侮辱的なことに人気があったのです。優勝すると賞金が出るとあって、メアリー・アンはやってみることにしました。すると簡単に優勝したのです。彼女の外見は他の出場者の中で際立っていました。そしてビーバンは、家族が生きていくにはこうやって生活費を稼ぐしかないと悟ったのです。1920年、彼女はアメリカの興行師サミュエル・ガンパーツにコニーアイランドのドリームランドの余興に出ないかとオファーを受けました。いろいろな病気や異常によって大衆を楽しませる人々のいる見せ物小屋に参加しないかという意味です。巨人や小人、ヒゲのある女性、巨体のデブ、蛇男、二重胎児、
体中入れ墨で覆われた船乗りなどの奇人がいました。当時彼らはこういう呼び方をされ紹介されていたのです。信じられないかもしれませんが、見せ物小屋の歴史は16世紀のイギリスに遡ります。身体的な変形のある人々が恐れられるのではなく大衆の興味の対象となったのです。人々が興味を持つ様子にビジネスマンたちは利益を得るチャンスを見出します。興行師たちは普通とは違ったまたは恐ろしい特徴を持つ人々を見つけ、ヨーロッパ中を共に旅します。そして安いチケットを売ってショーを見せるのです。19世紀中頃には見せ物小屋はアメリカでも高い人気を得るようになります。信じられないかもしれませんが、子連れ家族のちょっとしたお出かけ先だったのです。ショーのリーダーはパフォーマーの奇形に関するあらゆるストーリーを思いつき観客を引きつけました。当時の人々は私たちのように医学的な知識がなかったため何でも信じてしまったのです。この異常なエンターテイメントの人気が高かったのは、人々が自由時間を過ごす方法が限られていたせいでもあります。ですが20世紀中頃になると映画が流行り始め、また医学も発達したため奇形を持って生まれたり、メアリー・アン・ウィーバンのように生まれてから変形する人もいるということが科学的に証明されました。それでミステリアスな要素が失われてしまい、見せ物小屋の人気はなくなっていったのです。ですがそれまではメアリー・アン・ウィーバンのような人々は自分の病気で収入を得るほかありませんでした。不公平なことですが、生活していくためにはそれしか方法がなかったのです。余興での仕事のほかにメアリー・アンの写真に世界一醜い女性と書かれたカードが何枚もあります。彼女はこの称号を受け流し生涯耐え続けたのです。写真で彼女は当時の普通のファッションである地味な白いブラウスと濃い色のドレスを着ています。ショーではもっと男っぽい服や身体的特徴を目立たせる服を着ていました。現代の私たちは彼女を気の毒に思うばかりです。ですが少なくとも当時彼女は大衆に好かれており、ショーで最も人気があるアーティストの一人だったのです。メアリー・アンは著名な神経外科医のハーベイ・クッシング医師の患者でもありました。彼は実際彼女の外見を面白がるのは残酷だと人々にはっきり伝えようとしました。1927年、彼女の写真をバカにするように掲載したタイム誌に手紙を書いたのです。リングリングブラザーズの余興に出ているこの不幸な女性には笑いとは程遠いストーリーがある。かつて元気で魅力的だった若い女性は先端巨大症という病気にかかってしまった。医師としてタイム誌が病気の悲劇に対して無分別であってほしくないと思う。彼女が1933年、59歳で亡くなった何十年後にも他の医師がメアリー・アンや他の患者たちのために立ち上がりました。2000年代初め、有名なグリーティングカードの会社が期待と現実というブラインドデートに関するカードを発売しました。写真の現実には顔に変形のある醜い女性が写っています。イギリスで休暇を過ごしていたオランダの内分泌学者ボウター・デ・ハーダー医師がそれを見たとき、ひどいショックを受けました。メアリー・アン・ビーバンに関する記事を書いたばかりだったため、すぐに写真の女性に気づいたのです。そして重い病気に苦しみ生涯痛みに耐え続けなければならなかった女性を笑い物にするのは容易できないと言いました。このカード会社は直ちにカードの販売をやめ、後悔の意を表しました。メアリー・アン・ビーバンのストーリーは悲しいですが、私は物事の明るい面も見て、現代の私たちがお互いに尊敬、共感し合えるようになったことに感謝したいとも思います。あなたも他に大変な状況でも精一杯頑張った人を知っていますか？コメント欄で教えてくださいね。今日新しいことを学べたと思ったら、動画の高評価とシェアをお願いします。ちょっと待って。ブライトサイドには面白い動画が2000本以上もあります。左か右の動画を選んでクリックするだけで見られますよ。人生はいつもブライトサイドで。